はい、皆さんこんにちは。今日もファーゼストフランティアやっていきたいと思います。前回ですね、こちらの、市場の方を拡大しましたね。収益が増えました。今日はこちらですね、交易所の方のアップグレードをしていきたいと思います。アップグレードする条件としては、仲介所のティア3、そしてレンガが50、お金が500、そして木の板が80となっています。これをアップグレードすることによって、中に入れれる容量がアップしたり、訪れ商人の改善と専門家となってますので、どうなんだろう、頻度が増えるか、それとも2人以上来れるかのどっちかだと思いますね。そして耐久性が向上するということで、とりあえず取引をしてから少しですね、上げていきましょうか。いらないものは特に売っていこうかなと思うんですけど、陶器の方が結構売れますので、売っていきたいと思います。代わりにですね、こちらの重視の方が少し少ないので購入しておこうかな。石鹸とか作るのに必要ですからね。で、商人の方のお金がいっぱいになったところで、こいつを売っておきましょう。まあ、780までしかないので、ここら辺のまでしか売れませんね。はい、これで OK です。それでは、こちらの方をアップグレードしていきたいと思います。さあ、これで、あとは品物さえ運んでもらえれば、しっかりと、アップグレードできると思います。町の方はですね、とりあえずこちらのレンガの作る場所とかは、全部粘土が取れやすい場所、そして、砂が取れやすい場所ということで、ガラスを作る工場も今こちらに移転中になっています。資材庫も作って、あとはですね、木が足りませんので、木を切る場所も作り、ここでそのままですね、薪とか炭の方も作っていけるようにしようと思っています。さあ、人の方は244人まで入れますので、あと11人入れますね。ちょっと無理そうだったら、もう少し家を建てていこうかなと思っています。それで、人の家を建てるんですが、どうしようかなと思っているのが、このまま住宅地は右に広げるか、もしくはここの下に広げるかですね。まあ、ここは畑とかもあるので、まあ、右が有効かな。壁の方も徐々に石の方に変えていかないといけないんですけど、石が少ないので、あまりうまいこと進んでません。とりあえず道路を石に変える方が最優先だと思っています。ではですね、少しこのまま見ていって、ここの交易所のアップグレード、そして移転の方を見ていきたいと思います。さあ、こちらの方の建築が始まりましたね。さあ、もうすぐこちらが8なので、もう出来上がりますかね。どうだ？どれぐらいの形の大きさになるかだな。お、結構立派なのになりましたね。こちらがですね、新しい取引所ですね。交易市場となりました。どれぐらいのものが入るかはちょっとわかりませんが、まあ、品物的には、入るんじゃないかなと思います。あと、どれぐらいの頻度で、商人の方がやってくるかですね。これが、重要になってきます。商人の数が増えれば、それだけいろいろなものが売ったり買ったりできますので、そちらの方を楽しみにしていきましょう。さあ、今回は42人の略奪者が来たみたいです。やばいな、ちょっと防御の方が全然進んでませんが、一応ですね、少しだけ、矢倉の方は増やしております。さあ、どうだろう、ちょっと矢倉の方1個で、わあ、やばいやばいやばい、めちゃくちゃ取られてる、めちゃくちゃ取られてる。さあ、中央の方はどうだろう。中央の方はまだ、防衛能力がありますが、そこまで強くないな。いや、どんどん来てますね。42人はかなりでかいぞ。さあ、どんどん倒してもらわないと奪っていかれてますね。ああ、やばい、逃がしてるな。結構逃がしてますね。もう少しいっぱいですね、矢倉とか立てないと。かなり厳しい状況になってきました。あ、やばい。建物も壊されてますね。かなりの数壊されてますので、
まあ、修復しつつですね、徐々にですが、こちらの石の防壁に変えたいと思います。あと、櫓の数もちょっと増やしていかないと、今後は厳しいことが分かりましたので、少し、なんだろう、防衛の方も頑丈にしていきましょう。ではですね、食料の方が、瓶がある程度できるようになってきましたので、こちらの瓶詰め工場の方を建てたいと思います。お、火が上がってますね。この工場は特に、公的度を下げるわけではありませんので、住宅の近くに建てても問題はなさそうですね。あ、ここちょうど空いてるので、ここに建てておきましょうか。まあ、ここ何に使おうか、ちょっと悩んでた場所なので、ちょうどいい感じです。あ、ちょっと待てよ。住民に不満が出てるって言ってましたね。ちょっと住む家がないとか、あと靴ですね。やばい、靴の方の生産が追いつかなくなってきた。靴は革が必要だったと思うので、少し革をゲットしないとダメなんでしょうね。まだ牛さんの方が13頭か。まだ出来上がってませんので、皮を取ることができません。群れのサイズ16頭になってるんですけど、13頭までにしないといけないのかな。これ以上になると、なんだろう、牛さんを殺して肉とか皮とかにしてくれるみたいですね。さあ、一部の家畜販売また、あ、これ自分でこれしないといけないのかな。2頭を処分しましょう。確認と。いうことでこれにします。ああ、集落に来ましたけど、ちょっと今は受け入れられませんので、受け入れを拒否しておきたいと思います。さあ、こんな感じで町の方は徐々にでっかくなってますね。やっぱりレンガがあるのとないので、少し、建てれるものなど変わってきますので、まあ、当面はちょっと人口の方は移民は受け付けず、住人を増やしても、まあ、村の人の新しい子供たちで入れるスペースぐらいにしておきたいと思います。食料の方も意外と野菜は取れるんですけど、腐ったりしてカツカツになるので、保存食ですね、早めにできるようにしていきたいと思います。さあ、こちらにですね、瓶詰め工場ができました。現在こんな感じですね。瓶1個と薪1個で8個作れるみたいです。現在、瓶の方がそんなにいっぱいはできてないんですが、なんとか作れてますね。果実の方はまだ果樹園作ってないんで、なんですけど、ベリー、取ったベリーで作ってるみたいです。野菜の方も、なんだろう、これ、ピクルス的なものも作ってますので、食料品の保存がちょっと始まりましたね。こちらの方まだ作ってる最中ですが、絞った牛乳からチーズを取れるようにもしていますので、こちらでどんどん保存食の方が出来上がります。さあ、こちらの方は堆肥ができましたので、入れていきましょう。めちゃくちゃもうパーセンテージ高いですよね。肥沃度は高いので、特に野菜関係に関しては問題がない状態です。さあ、このままですね、人口の方も今236人なんですけど、こちらにですね、小さい集落を、今回は 2×3 ですね、6軒を1区画として入れることにしたいと思います。こちらにですね、チーズを作るところも出来上がりました。まとなりのところで牛乳を取ってそのままですね、チーズにするという形で、チーズの方は特に必要なものがありませんので、ミルクさえ入れば大丈夫です。なので、移動距離はかなり低いと思うんですが、こちらですね、物資の移送の方がでかくなってますね。ひょっとしたらこれ、出来上がったものを持っていくために移動が少しかかるのかもしれませんね。さあ、仕方ない。これ、ちょっと、矢倉壊れてたの気づきませんでしたが、まあ、とりあえず、このままで大丈夫かな。人口の方は246名と、ティア4に入るには十分な人数はいるんですが、ティア4に向けての住宅がですね、一つもまだ出来上がってませんね。公的度の方が足りるかどうかもちょっと不安ですが、まあ、とりあえず今は街をもうちょっとより良いものにしていかないと、ティア4に入ってもきついと思いますので、このままですね、ティア3のまま街づくりの方は続けていきます。侵略者の方が今度は45人も来てしまいましたね。
めちゃくちゃ来てますね。こちらの上の方から来たので、ここは櫓がまだある方だから、少し大丈夫かもしれません。こっそりなんか熊とかも入ってきてしまってますね。いやー、それにしても結構防衛が厳しくなってきました。他はどっかから入られてるかな。下の方ですね、南側から入られてるみたい。あー、家が壊されてる。めちゃくちゃやばいぞ。思ってもないところからいろいろ攻撃されてますね。さあ、今回は何人やられたんだろう。こちらの方もう撤退はしてると思うんですけど、撤退し終わった後ちょっと見てみましょうか。さあ、家の方はしっかりと立て直していきたいと思います。さあ、どうだ、まだ侵略者帰ってないのかな。はい、こちらですね、規模30、殺された略奪者が19ですね。あ、住民が2人、破壊された建物は5で、でも略奪されたものは特になしということでした。わ、何かいっぱいあれだな、お知らせが来ましたね。さあ、防衛の方が徐々に厳しくなってきましたが、今のところちょっとまだどうすることもできませんね。櫓を揃えるか、もしくは壁を、石に変えていかないといけないんですけど、石の方が足りませんので、取引所とかで少しでも石があるようならば、そちらの方を、あ、ここありますね。めちゃくちゃ高いですが、ちょっと購入とかも考えていきたいと思います。さあ、こちらの方にですね、新しく学校と、病院みたいなのを作りました。そして病院の方がアップグレードできますので、こちらを見ていきましょう。アップグレード数にはティア3、そしてレンガが50、金が500、そして板が50ですね。アップグレードすることによって作業員枠が増えるのと、患者の入れる数が増える。そして公的度の上昇と、こちらなんだろう、薬かなんかかな、があるみたいですね。とりあえずアップグレードしていきたいと思います。あ、そしてですね、この病院学校を建てたことによって公的度が上がったのか。あ、すごいすごい、住宅の方が全部アップグレードし始めてしまいましたね。そのおかげで、どうなんだろう、大丈夫な、資材とかが大丈夫なのかちょっと心配ですが、こちらの方、ついにですね、ティア3の建物ができ始めました。それと同時にちょっと食料の方もかなり切れてきましたね。なんだろう、野菜とかはあるけど、お肉類とかがないのかな？タンパク質類がかなり少ないですね。こちら、牛さんの方なんですけど、育ててるのはいいんですが、数が増えても、手動で今、倒さないと牛さんをお肉とかに変えてくれません。これが多分、ちょっと不具合が出てるのかなと思っています。まあ、牛さんのところをもう少し増やしてもいいかなと思うので、2軒目、3軒目を考えるとともにですね、畑の方の4軒目も少し考えていきたいと思います。さあ、ちょっと楽しみですね。大きな家が住宅から建っていますので、こちらの方、出来次第、またちょっと見ていこうと思います。さあ、こちらの方、病院がでっかくなりましたね。医者の方が2人入れれるようになりましたので、こちらの方で2人入れていこうと思います。これを入れることによってですね、こちらですね、薬屋さんが解放されます。あ、こっちは全然公的度とか上がる感じではないですね。ただ公的度の方は上がらなくても、新しい薬ということが解放されてますので、これは適当に空いてる場所に作っておきましょう。あ、レンガが必要なのか。結構レンガも必要みたいで大変ですが、とりあえず作っておこうと思います。さあ、これで結構いい感じで町の方はできてきてますね。人口の方もまあこちらに増えなくてもいいんですけど、徐々に増えてきてますし、あ、こっちも結構アップグレードはされてきてますね。公的度の方は39と、まあそこそこ高い。市場とかの範囲じゃない場所でもかなり出来上がってきてますので、いい感じにできてきてますね。さあ、こんな感じで、現在建物の方はどうだろう。5軒が大きな住宅になっています。ちょっと大きな住宅見ていきましょうか。こちらですね。あ、
なるほど、人がですね一人入れるようになるのか。あ、そうなんですね。さらにティア4かな、ティア5なのか、こちらの方に必要なものも出てます。あ、ティア4ですね。あ、そうか、全部1個上がるごとに人口が1人ずつ増やせるのもかなりいいと思います。はい、ではですね、今日はこれぐらいで終わって、次回はですねどうしようかな、防壁を固めるか、もしくはティア4を目指して、今はなんだ、ティア4かな、あ、今ティア3ですね。ティア4を目指して住宅の公的度を上げていきたいと思います。他は今のところ木材、薪とかは足りてますが、食料品が若干怪しくなってきましたのでね、こちらの方を気をつけながらやっていきたいと思います。では今日はこれで終わろうと思います。皆様ありがとうございました。Thank you.